産業観光課の方にですね、はい、いろいろ看板を作っていただけないかっていう話から来まして、そこでちょうど門脇さんの話が出てですね、ここまで進んだような形ですね。ふるさと復興商店街っていうこの文字の中にですね、各いろんな店舗の絵がですね、あるんですね。それを例えば商店街の街っていう中にどういう店舗が隠されているかっていうのを出しまして、結構ここに見に来ている方が結構いましてですね、毎月一度ですね、ちょっと抽選で当たった方にはちょっと景品みたいなのをあげようと思って今考えていまして、常時ここに来ればね、何かやってるなっていうのをやればね、また各店舗の方に一人でも二人でもね、寄っていただければ最高かなと思いますので、それをまあこれからですね、いろんなちょっと企画をしていきたいなと考えております。レッドのカラクルっていうかね、あの状況がすごいいくて、入ってきてくれるんじゃないかなっていう感じはしました。どうしてもうちもほら、ここ自体があんまりわからない、みんなからもわからないのね、あんまり。で、本当だったらちょっと左側の方の看板の方にでも商店街なんてあればちょっと助かるんだけど、なかなか難しいから、でも全部助かりましたよ。そうですね、非常にいい看板つけていただきましたので、前よりもね、目を引いて、はい、少しでも入りやすくなったかなと思ってます、はい、お願いします。あ、すいません、ありがとうございます。またちょくちょく来ますからね。どうもね、すいません。はい、どうも、はい、どうもありがとうございました、はい。門脇さんそろそろ来るっていう話も聞いたんで、ゆうべ突貫産業でやったんですけど、次のテーマですか？次のテーマ楽しみです。